千葉県知事の森田健作です。現在振り込め詐欺が多発しております。犯人は家族や警察官などを装って電話をかけ、あなたを騙そうとしています。お金を要求する怪しい電話がかかってきたら要注意です。電話番号が変わったという電話があったら、元の電話番号にかけ直して本人に確認しましょう。カードを預かるとか、必ず儲かるとかという話は詐欺です。知らない人にお金やカードを預けてはいけません。また在宅時でも留守番電話にしておけば、犯人と直接話をしなくて済むので安心です。少しでもおかしいと感じたら、家族や警察に相談しましょう。電話の声だけでは見抜けません。日頃から家族で連絡を取り合い、家族の絆で振り込め詐欺を撃退しましょう。